夏休みの宿題、大の大人なら一瞬で終わらせれる説。やばい、反対の意味の漢字を言いましょう。上、生まれるって難しい方の漢字ちゃうかな。ちゃうか。あー、それめっちゃ引っ掛け。小1じゃ習わないよな、多分。なんか楽しいな、頭良くなっていく。うわ、和法すぎて俺自分の名前間違えた。月火雑病。ちょっと思ってる以上に、答え合わせした時に珍回答がたくさんあったので、それを今回皆さんと一緒に発表していき、バカ王をちょっと決定しようかなと思っております。はい、はい、ということでちょっと点数はあえてまだ言いません。なんでちょっと返していきます。先生、僕やりました。ちゃんとあなたはちょっと思ってる以上にですね、もうやばいやん。カイトおい、下ネタだと思うだけ。はい、ということでまずは国語でございます。はい、まあ最初のね、1ページ目、これもうなぞることとヨットとボタンもこれ間違えたらほんま重傷です。はい、あの間違えてる人はいませんと。びっくりした。はい、そして問題は次でございます。はい、1、問いに合う漢字を書きましょう。はい、まあ、正解はですね1、2、3、4、5、そして2番目が10、まあ9と7なんで、まあ、19、8、7。間違った数学で間違えていますか。います、いるいますいます。実は2、3、そしてアマリザではございません。アマリザは大正解です。ええ、誰手に挙げろ。え、タロちゃん、そう、これ私が採点したいんだけど、うん、衝撃やって。僕、1、2、3、4、5、次、あの19、8、7じゃないですか。うん、僕6、9、8、7、9。右から1、2、3、4、5、6、7、8、9。あー、いや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 。一旦10になるはず。もう一旦とか。いや、もうこれはもうね、ケアレスにも程がありますよ。いやー、ちょっと太郎さん、これはどう説明するんですか。数字わかんないから。日本語と数字混ざってる。はい、まあ、気をつけてください。情けないですよ、ね、やっぱり結局こういうケアレスミスから結構点数って、はい、ぐんぐん上がっていくんで気をつけましょう。点数はもう負けちゃうかもしれない、はい、危ないです。次いきましょう。39、反対の意味の漢字を書きましょう。これもうね、1番上下、2大小、3左右、4出る、これは入る、はい、入る、入る、入るっていう感じですね。あまりず読みましょうか。いいよ。これ人って書いてる。うわー、逆に人だよ。人って書いてた。はい、人って書いてた。そして3、漢字の読み方を2つ書きましょう。2、本。本、はい、じゃあ MC 正解は本と元。はい、そうですね。あまりず本と元ですよね。じゃあ俺が、じゃあエンちゃん呼んでいただきましょうか。アマリザが書いた2つの言葉、本とボン。ボンやろ。とボンではございません、元でございます。なぜボンなんですか、太郎。あ、違う違う違う、ほんまアマリザ、あれはボンです。誰がどう、そうだったらポンもありますよね。ポンならまだ日本とかでいう、ボンって何の時に使うの。確かにボンって何。こちら41ですね。問いの言葉を漢字で書、漢字と送り仮名で書きましょう。これね、ちょっとまあまあまあ、まあ、間違いっていうよりかはね、妹が生まれる、まあ、間違いではないんですけど、ここで間違えてる方が何人かいました。1番、誰が間違えてますか、手挙げてください。何か答えるし、はい、お互い送り仮名もちょっとはい、まだ多分この時はまだ3番でなってない。まあ、でもこれ多分漢字だけだったら多分こんな多分引っ張られるような感じではないんですよ、はい、だな、多分もう一個原因があるん。あ、俺送り仮名前忘れてた。前忘れてた。売れる、はい、売れるに、ちゃんと生まれるですね。はい、はい、ありがとう。 MC 気をつけてください。間違えてる人いますか。まあ、いや、ここにはあまりざ、え、え、嘘、どこ。じゃあちょっと MC に読んでもらおうかな。待て待てな。5番、どこ、これ風呂に何ですか。入るってこと。
プロになりますか。入る入るですよね。入るですよね。同じ感じやね。プロに入れる。逆やー。52。え、大丈夫。間違えてる人がいます。みんなやっぱここおらんってことは。どこで？どれ間違えたとかじゃん。え、あって書いてる？え、嘘？分かってんのに逆書いてるやん俺。何がどうなったらそうなるんですか、ね。え、嘘？出来事を書きたかった。あ、そう、出来事やわ。じゃあ来るないねん。せやせやせや、それを多分見てたんやろ俺。なんだ、出事って、出事なん。いやー、出事やな。出事ってなんすか。ここで間違えた人いますか。はい。11はないの、はい、ちゃちゃ2番。はいはい。門書いて、や、もんや。もんやって言いました。もんや。 MC ももんや。何や、何が、とこや、とこや、ほんで俺とや。とや悩んだ。じゃんな。はい、唯一正解したが太郎なんですか。とんや。とんや、惜しい。俺とんやってまず何なんですか。とんやも違う。そう、何なんだろうか。知らんのかい。まあけど正解はとんやです。とんや、とんや、か、俺もんやって。なんでとんね、とんって聞いたことないわ俺も。何とんや。以上、国語でございました。じゃあまず3位からいきましょう。はい、ドゥルル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 ル言語まで一緒。しかも同じミス。あ、いやー、はい、はい。ちなみに僅差っちゃ僅差やけど79点と83点。じゃあもう見てもらいましょうか。よし、せーので。それではいきます。せーの。はい、ということでアミカ4位83点、アマリさん79点。はい、ということで、まあね、最下位でも79点、全然全然。あ、よかった、合格点ではございます。合格点です。1年生から3年生なんでね。せやんね。どうでしたか皆さん。いや、楽しかったですよ。はい、算数の方は、ね、私、行きましょうか。まずい。はい、これ、正解者、私と MC だけで、これあの、3の掛け算の式の2番、掛け算の式に書きましょうやの2。みんな回答を書いてたんですね。ほんまや、計算してしまっている。そう、ほんまや。ほんまは 4×5、7×8、6×6、2×9 やったのに、みんなその結果を書いてました。これ問題をよく見ないミスですね。いや、これ今の小学校でもあると思う。20番、あまりのある割り算。はい、あまりだくんの回答、はい、5番やね。はい、10、あまり1。えっ、たぶん10超えたな。そっか、あまりだ全部間違ってたページがこれなんですね。で、割り算って 5÷3 やったら5以上に超えたらダメなわけやんか。やったら31が3で52ならない、あと2個余るか、余り2っていう、1の2ってなるはずなのに、あまりだくんに余り1って書いてて、たぶん回答を超えてその引き算っていうのが余り2って書いてて、お前5万おかよ。え、あかん数字のを超えてからそこ引いたのを余りって言ってた。お前さ、全部それ割り算全部普通に考えろや。1個増えてそれが余りになってる。終わった、この瞬間俺が終わったぐらいでした。瞬間ここでこんな引かれた。そうです、それ以外は余りだと掛け算できてたの。そう、掛け算。あー、やってもうた。まず、第3位。もう何か、仕方がない。やっぱりね、スピードは速かったですが、惜しくもちょっとところどころ、ケアレスミスをして、タロン、87点。はい。もうね、ほぼケアレスですよ。もう、タロンは、ね。まさかの2位は、アミカです。アミカ96ですね。そう。やばい。アミカ、マジすごい。96? もう、すごいよ。俺も採点したらびっくりしたよ。実はアマリザが一番アホな説出てきましたね。そうかな。
ダブル1位を獲得したのは A ちゃん97点でございます。A ちゃんと兄貴も採点したんですけど、両方すっごい合ってると思った。あー、めっちゃ素晴らしかったです。どういうことかー。シェスト、ビザ4ですね。あまりってそういうことかー。はい、点数だけ先行った方が面白い。じゃあ点数、1人は77点、1人は72点、5点差でございます。おい、った。それでは、あった、どうぞ。ということで、最下位は MC でございます。おー、面白い。合計点数は、合計点数今から測ってください。で、まあ、それを割る2しちゃってください。じゃあ、私とトロ、これ意外とあまりさ、最下位説なくなったで。もう MC とあまりただけでいいってこと。ワンちゃん、まあもう、エンちゃんと太郎とアミカはちゃうくらい。96やしな、アミカ。これ、もう一人ずつ、もう普通に発表していい？はい。点数、なんと79点と78点でした。え、どっち？あまりだくん最下位。わしやないかい。わしやないかい。やべえ、点数。あっぶねー。あぶねー。あぶねー。MC が数学の QRS ミスがなかったら、ダントツやった。にょ、あと1点間違っとったら、いや、あまりよう考えたら全然できるやん、これ。そう、スピード勝負ではアミガ、そして点数はアミザ。惜しい。ということで、2人夏休み宿題追加でございます。アマリザ、アミカさん集合。はい、座ってください。こっちから、こっちから、こっちから。あー、マリダ、座って、こう座って。はい、座ってください。君たちにプレゼントがあります。おお、やった。誕生日とかじゃなくて、漢字と数学、どっちがいいですか？ちょっと待って、漢字か掛け算か。漢字、俺が漢字。いやね、中水さん、あれしようじゃん。右か左。ちょっと待って。右か左。いくで。あの罰ゲーム、これ全部です。だる。あまりはってマジで点数悪かったからわかるんですよ。いや、だってあれも俺、あれ、あまりの。いや、そうね。だる。まあ正直。だからアミカが選んでる。アミカは点数バリ高かったよ。あのマイペースがちょっとダメな。そうそうそう。でも集中力もやっぱつけないといけないから。まあもう、まさに必要ってことですよね。だって答え合ってんのに遅いのも逆に問題ですから。あ、じゃあそれは決めて大丈夫。じゃあ渡したら渡してもいいし、どっちかが俺ら選ぶのもいいし。数学何点だった？俺数学70。あ、あの以外全部合ってたわ。あ、数学96。ああ、これ漢字は、漢字が俺、よかった。え、でも漢字よくないよ。え、だって漢字まだ、あ、そうや、やっぱダメダメダメ。漢字切ろうか。漢字どうなの？でも数学で漢字の方がひどかったから、漢字がいいです。えらい、自分から。はい、漢字がいい。無理です。漢字がいい。無理です。うわー、楽しそう。それ解くのも自分たちで動画撮って持ってきてくれよ。やばすぎなあ。え、いや、漢字ですか？漢字なの？漢字なんですか？数学の方が大丈夫。はい、やっときます。悔しいし、満足。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。とりあえず今日はここまで。